時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。傷役これで、はっ、そそはい、いや今は行為堀沿いに一心様、まず見つけた足の葉、ほらむその音